それ、バトラはどこだ？バトラ、わらわの大活躍、見た？今のめちゃくちゃな魔法の嵐を見せつけられて、俺は何を否定すればいいんだ。魔女はいるも何も、あんなドッカンドッカン凄まじいファンタジーを見せつけられて、今の俺は何を否定すればいいんだよ。もうわかんねえ。前回もそうだが、このイカス的なマジカルバトルをどう否定すればいいんだよ。だよな。こんなの見ちまったら、もう言い逃れはできねえもんな。さあバトラー、とんでも推理を聞かせてくれよ。お嬢様、笑いに品がございませんよ。おお、これはすまぬ。しかしわらわの責任ではないぞ。何しろバトラにキューッと両目を固く閉じて、キリキリギリギリ歯ぎしりするなんとも悔しそうなその表情を見せられると、自然とわらわの口からこぼれてしまうものでな。さあバトラ様、くじけずにテーブルへお戻りを。お嬢様はバトラ様の反撃を期待されておりますよ。ふざけるな！何をどう反論すりゃいいってんだ！まず、あの塔が地面から生えてきたあたりからもうめちゃくちゃだろうが！実は、六軒島の地下に合体変形巨大ロボの秘密研究所でもあって、ボタン一つでおかしな塔が生えてくるってのか？なあ、それならあのでけえ巨人どもはきっとロボットだぜ。あるいは、悪の秘密結社のメカ怪獣かもな。わけわかんねえよ。俺に話しかけるんじゃねえ。うわ、ほら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 、泣くなよ。魔法でドッカンドッカン。そなたが望むなら、月だって砕くし、彗星を雨のようにだって降らすさ。お前好みのムチムチ姉ちゃんで島を埋め尽くしてやってもいいんだぜ。さあさあ、ほらほらほら、わらわの手番は終わったぜ。受け手を刺せよ、反撃しろよ。できねえだろ。できねえのは船長も承知よ。お前こういうのダメだもんな。こういうファンタジー本当は大好きなんだもんな。知ってんだよ、今の既婚なの巷にいくらでも溢れてるじゃねえか。漫画に小説、アニメに映画、10代くらいのガキンチョたちがおかしな特殊能力いっぱい持ってて、世界の命運かけてドッカンバッカンやるやつ、お前も大好きだもんな。知ってんだよ、隠すなよ。大好きじゃねえかよ。そのお前の大好きなやつがちょいと目の前で披露されただけじゃねえかよ。どうして漫画やアニメのそれは信じてくれるのに、わらわのだけ信じてくれねえんだよ。信じろよ、信じろよ、信じちまえよ。反論なんかできねえさ、こうして見せられちまったんだからな。ほら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 、返事をしろよ。思考はいらねえ、素直にごめんなさいベアトリーチェ様って言えばいいんだよ。ほらほら言ってみろ、ごめんなさいベアトリーチェ様って言ってみろよ。言えよ言えよ、恥ずかしげるなよ。